大家好、こんにちは、けいママです。今日は旧正月に食べる中華風のおせち、プンチョイの作り方をご紹介します。早速スタート。プンチョイを作る前夜に乾燥アワビや乾燥しいたけを水に戻しておきます。箱から取り出してみると結構小さいですよね。水を多めに入れて一晩つけておきます。こちらは乾燥しいたけです。お水 500ml 入れてつけておきます。乾燥なまこや魚の浮き袋も入れると美味しいですよ。以上、前日の準備でした。お野菜はこちらの4種類入れます。大根は味が染みてとっても美味しくなります。麺取りはしません。今回は輪切りにしました。白菜もたっぷり入れます。ブロッコリーはプンチョンに欠かせない野菜の一つです。食べやすい大きさに切っておきます。人参1本入れます。乱切りにしました。すべてのお野菜を一つずつ下茹でしていきます。下茹ですることで味が染みやすくなります。まずは大根を茹でます。白菜はさっと下茹でします。人参、ブロッコリーは茹ですぎにご注意ください。エビの下処理をしていきます。まずはヒゲと頭の先を切り揃えます。調理がしやすくなります。見た目もとても良くなります。次に背ワタを取っていきます。背中に竹串を入れ取り除きます。こちらのピンクがかったエビは天然物だそうです。甘くて身が詰まっていてとても美味しかったです。エビを2分ほど茹でます。茹ですぎにはご注意ください。硬くなってしまいます。美味しそうに茹で上がりました。後ほどこちらのエビの茹で汁を使うので捨てないでください。アワビのスープ缶を開けていきます。この缶切りはドラえもんの道具にありそうじゃないですか。ではアワビの準備をします。缶詰のアワビも売っているんですが、今回は冷凍の殻付きのアワビを購入しました。小ぶりのアワビで値段は約2000円ほどでした。まずは水で丁寧に洗っていきます。
スプーンで貝殻と肝、くちばしを取り除きます。スプーンで撮っている画像がちょっと見た目が苦手な方もいらっしゃるかもしれないので、今回は割愛させていただきます。片栗粉で揉むと汚れがすごくきれいに取れます。磯の香りが充満しており、海岸にいるようです。水で洗い流して下処理の完成です。乾燥アワビはお刺身のように切ります。ではお鍋に入れていきます。まずは大根を入れます。出汁が染みて本当に美味しいんですよね。次に人参を入れます。白菜です。生姜のスライス1かけ分をまんべんなく入れます。にんにくのみじん切り大さじ1です。しいたけを入れます。家族みんな大好きなのでたくさん入れました。アワビのスライスを入れます。エビを並べていきます。贅沢にアワビをたくさん入れます。そしてブロッコリーです。固めのブロッコリーがお好みの方はとろみソースを後で入れるんですが、その前に入れても大丈夫です。うっかりお肉を入れ忘れてしまいました。お肉たちの場所を調整しています。クリスピーポーク、骨付きのローストダック、ローストチキン、お肉はこの3種類です。クリスピーポークやローストダック、チキンはチキンライス屋さんで購入しました。ライスなしで1人前ずつお持ち帰りしました。次にスープとソース作りです。しいたけの戻し汁です。アワビのスープ、中に何か入っています。小さいアワビが入っていました。エビのゆで汁、ナンプラー大さじ1、オイスターソース大さじ2、加熱します。ここでお味見をします。めちゃくちゃ美味しかったです。こちらのスープを半分ほど具にかけます。海、山、陸の幸がてんこ盛りです。めちゃめちゃいい出汁が出ます。蓋をして中火で15分ほど加熱します。残りのスープに水溶き片栗粉を入れとろみを出します。黄金のとろとろソースができました。この餡を惜しげもなくかけて完成です。ブロッコリーが固めの好きな方はこのソースを入れる前にブロッコリーを鍋に入れてください。完成です。 It's ready。
最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画が参考になった方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価お願いします。インスタグラム、ツイッターやっておりますので、フォローお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。